大変長らくベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークス、この一戦をお送りいたします。ライオンズの先発は右の今井、対するホークスの先発は右の千賀、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。ライオンズピッチャーを交代します。森脇降板、左の竹熊、今日3人目のピッチャーとして登板です。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。同点で迎える8回です。バッター三森、投げた、リンローをギリギリいっぱい、ストライク。初球ストライクから、投げた、ボール。第3球はスローカーブ、見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました、森、落下点に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番今宮、今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。投げました、1球目ストレート空振り、少し迷ったか、流し打ち、ファールボール。投球はこれから3球目、打った、ショート右横のフライになりました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番柳田、今日はここまで3打数2安打。投げました、アウトロー、ボール。第2球、投げました、ボール。第3球はアウトコース低め、スライダーは外れてボール。4球目ストライク。第5球、投げました、見送ってストライク。第6球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。竹熊、上位打線を三者凡退に仕留めています。8回の表が終わって3対3です。ライオンズ見事勝利を収めました。埼玉西武ライオンズの勝利です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。